投げ輪の海苔塩味気になってたんだよね、これ。美味しいじゃん、これ。ねえ。めっちゃうま。海苔塩の味する。味が濃ゆいね、これ。東ハトの投げ輪。投げ輪ってみんな知らない？ね、こうやって食べんね。え、投げ輪って知らない人多いんだね。あのポテトチップスとかさ、カルビーじゃん。ねえ、あとなんだっけ、小池屋も有名だよね。今なんかちっちゃいさ、スナック菓子みたいなの出してるよね。俺の塩みたいな、塩の初恋とかさ、なんかね、変なタイトルみたいな。なんかちょっと高級志向のポテトチップスみたいなのスーパーに売ってない？なんかなんか普通のポテトチップスじゃなくて、なんか黒いパッケージ、なんか名前が変ねみたいな、高級ポテトチップスみたいな、金色の袋じゃなくて、なんか黒っぽいやつ。オーザックはね、サクサク感いいんだけどな。なんかあのチキンの味みたいのがちょっとね、くどいというか、喉が渇くっていうか、あんまりたくさん食べれないかな。オーザック。すごいチキンの味がするんだよ。あれがちょっとくどいんだね。ポテロング、ポテロングはね、なんかあのぐちゃってなる感じが嫌だ。つばになんか水分を含ませるとくちゃみたいなさ、なんかなんつうのまとわりつく感じが嫌だ。めちゃくちゃサクサクで、めちゃくちゃね、柔らかいわけで、なんか中途半端な硬さね、あれって。あれがいいんだ。エアリエールってやつはあれでしょ？三角形のサクサクのやつね、ポリンキみたいな。あれは私もね、美味しくて食べたの。あれめちゃくちゃサクサクだよな。軽い感じ。うん、あ、幸せバターね、ポテトチップスの。あれもまあ、王道だよね。ドリトスだったら私、ドンタコス派。ドリトスとドンタコスってあるもん、2種類。私はドンタコスの方が好き。ドリトスだったら、チーズ味じゃなくて赤い方だね。黄色じゃなくて赤。サヤエンドウはね、私食べない。大っ嫌い、あれ。で、唯一食べないの、サヤエンドウ味のお菓子と、コンポタージュ味の、なんかね、濃厚な感じがあんまり好きじゃない。コンポタも結構くどいじゃん。で、サヤエンドウも結構くどいじゃん、味が。ああいう系はね、あんまり食べないの、私。カラムーチョは大好き。カラムーチョは、カラムーチョはね、あの、ポテチタイプよりスティックタイプ断然。あっちの方がめちゃくちゃうまいか。ポテチだと、うまみが半減するって感じ。うん。カラムーチョ食べんだったら絶対スティックバージョン。
べんべんプラスチックの方がうまいかも。味は一緒なんだけど美味しさが全然違うから、うん、満足度もね。プリングルスだったらあれだね、サワークリーム、もう断然あれがうまい。もうあれは名作だよね。もう止まんない、もう全部食べちゃうって感じ。あのね、一本マジでサワークリームはめっちゃうまいよね、あの味の。うん、なんで私がお菓子食べないかわかる？もうね、食べ始めたら全部食べたい人止まんなくなっちゃうんだ。なあ、半分だけ取っとこうとかできない人なんだ。もう袋開けたら全部食べちゃう人なんだ。よくさ、ね、こういうさ、こうやってさ、ね、半分食べたら半分明日っていう人いるよ。もう許せない。ピザポテト？ピザポテトはね、偏りがあんだよ。いいチーズに出会えたらいいんだけど、その偏りのバランスがね。1枚全然チーズがついてないやつもあるし、めっちゃ半分ぐらいチーズついてるやつとかあんねん。そのいいチーズの割合に出会えることが大事。ピザポテトはそれによって変わってくるんだね。もうチーズの割合とね、ラッキーなのは全部チーズとかね。全部にチーズついてるバージョンもあんねん。ん？プリッツ、プリッツだとノーマルだね。ローストってやつ、サラダ味もいいけどあれも飽きるんだよ、うん、トマト味とかもあるしよ、プリッツは。ローストまずい。そう、うん、小池屋とカルビーどっちが好き？私はあのカラムーチョ好きだから小池屋です、断然。ポテトチップス、カルビーのポテトチップスなんて買わねえもんね、ほぼほぼね。宴会ぐらいだよ、友達が遊びに来るぐらいの時に買うって感じ。ベビースターラーメンは塩味もうあるかな、ないかな。ベビースターラーメンで昔塩味っていうのがあって、あれがめっちゃうまかったの。なんであれなくなったんだろう。ね、めっちゃうまいんだよね。ちょっとなんか海兵さんみたいなねパッケージなんだよ。ベビースターくんが水色と白のなんか海兵さんみたいな。すごくない？ほらこれ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 、ほら海兵さんみたいなね、うま塩味、これ懐かしいよね。あ、違うんだ。おさむでないの？おさむって。ペヤングの激辛の2倍が出る。来週ね。もうやだよ。あのごく激辛ってあるじゃん、みんながねヒーヒーって食べたやつ、あれのかける2倍の辛さのやつが出んだよね。ファイナルごく激辛っていうのが出んの、ごく激辛ファイナル。ペヤングごく激辛ファイナル。石川さんもやるって、うん、いや多分カップ麺の中では最強クラスだと思うよ。で、ごく激辛が最強だったんだかな。
多分下手すら18金カレー並みだと思うんだよね。18金カレーの白とかピンクまでいっちゃうかもしれないな、辛さ。だからあれを食べるときはもう辛いとかの問題じゃない、痛いんだよね、ごく激辛って。で美味しくもねえし、味なんかしないんだよ。だスピード勝負、いかに早く食べた方が楽なんだよね。ノロ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 食べてるとどん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 辛くなって、痛覚もすごいしね。だポイントは早く食べること。一気に、だ結構ね、今までいろいろ試したけど、卵を飲む、マヨネーズを舐める、コーヒーを飲む、牛乳を飲む、ヨーグルトを飲むってね。でも一番効くのは私はヨーグルトだと思う。ヨーグルト結構最強、辛さを抑えてくれるね。アイスは冷たくていいんだけど、後ですっげー痛くなるね。そう、氷とかもダメだよね、冷やしちゃダメ。やけどの時と一緒で、やけどの時もさ、氷とかダメじゃん。水とかがいい、流れてるね。桃奈々ちゃん早い？ごく激辛？まだある、もうちょい。この感じがいいよね、ポテコとか投げはこの感じがいいんだよ。こういう感じわかるかな、上から歯でガンってやるのね、わかる。このね、食感がいいの。キャラメルコーンって今ないんじゃないかな。あるの？ある？なんかピーナッツ味みたいな人すんげえ余ってるよね、キャラメルコーン。あんまり好きじゃない、私歯に詰まるし。カールはね、今こっちでは売ってない。関東ではもう販売停止。関西ではまだカール売ってるみたいだけど、ね、関東は撤退したよ。でもカールこそ歯に詰まるように、なんか鼻くそみたいになる。完食ありがとう、特命さん、チャリンチャリン。なんで撤退したのわかんない。売れてないんじゃないの、あんまりカールってね。昔はカールって結構売れてたんだけどね、ポテトチップスかカールかみたいな感じだったんだよね。ポテチだとコンソメのね、ポテトチップスあるじゃん、カルビーのポテトチップスかわさビーフかカールかってね。ねえ、あとスコーンとかさ、スコーンも結構人気あってね、
スコーンスコーンコーキャスコーンスコーンスコーンコーキャスコーンカリッとサクッと美味しいスコーンってね、スコーンスコーンコーキャスコーンってね、懐かしいじゃん。ハートフルチップス、ニンニクの味すっげえよね、口臭くなるよね、うまいんだけどね、味的には魔法のパウダーみたいな感じでね、あれ、なんか中毒性ある味でね。ポリンキーは明太子味が好き、あの紫のパッケージで明太子ってやつがあるんだけど、でもね、私ね、昔から言ってんだけど、復刻してほしいね、ものがあるの。お菓子の中で。ポッキーのメンズバージョンっていうのがあって、緑色のね。それが私めっちゃハマってて、好きなのよ、味が。ポッキー、メンズポッキーっていうのがあったんだよ。で、普通のポッキーよりちょっとビターな感じ、大人っぽい味だったんだよね。甘さ控えめで。もうそれがめっちゃ好きで、そればっか食べてたんだけどね、私。あの味をね、また出してほしいんだよな。普通のポッキーじゃちょっと甘すぎなんだよな。うん。細いやつ？細いやつがあるの、今。トッポ？トップはね、あの噛んでからあのチョコレートに行く感じがあんまり好きじゃないわかるか、あの層みたいなね、あの周りの部分からチョコレートに行く中間部分の感じがあんまり好きじゃないなんか ふわって入ってく感じねいや、タケノコかキノコかっつったら断然私はタケノコだね。もう本当にタケノコ推し、もうキノコなんていらないって感じ、タケノコだけ集中してって感じ。キノコだと損した気分になるの。いや、実際はね、量はそんな変わんないと思うんだけど、だから食べた満足感はタケノコの方がね大きいんだよね。でキノコはもうチョコレートのとことビスケットのとこがさ、ちょっとしか接触面がないじゃん。で普通にチョコを食べてるのとビスケットを食べてるって感じなんで、でもタケノコは一体感があるんだ、こうね、全体的にビスケットとチョコレートが混じってる食べ物みたいな、でサクサクなんだよね、あのガリガリって感じの。ルマンドとかも大っ嫌い、ああいうなんかババ臭くない、もうパッケージで買う気になるね、あの高級菓子とかさ、ルマンドとか、あとなんだっけ、なもうパッケージが嫌いって感じ、進まないって感じ。なんか一つ一つ袋を開けるのがめんどくさいんだよな、ね、いや全部ね袋入れなくてもいいじゃんって感じ、あれが超めんどくさい、こうやってパリってね、あ、プチシリーズね。プチシリーズだとなんかチョコチップみたいの入ってるガリガリのやつ、私結構ガリガリ系が好きなんです、ザクザクとか食感が激しいやつが、なんかチョコチップクッキーみたいなのがあるんだよ、あれが好きね。で昔サークル系サンクスかなんかにあったね、ハートの形とかハート型のさ、なんかチョコレート菓子みたいのがあったんだよ、あれがめっちゃザクザクで美味しかったんだよね。なんだっけな名前、チョコビスケットみたいの、あれをねちょっとねまた売り出してほしいんだよな、あれめっちゃ好きなんだよね、味もそう、ザクザクサークル系だったと思うよ。あーそうそう、これこれ、こういうのこういうの、これこれがめっちゃ好きなの。
もうこれがザクザクで、なんかザクザクって感じなんだよね。これだわ。ローソンとかに売ってんだね。うん。これこれ。このハートとかダイヤとかさ、丸とか、なんかいろんな形があるんだよね。四角とかね。レッドロブスターってね。タラダダンタ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 タラダダンタラダダダンタ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 ン。チャチャン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 。レッドロブスターってあのロブスターの専門店。